ナタールセオレガメは、ハチューコウカメ、モクリクガメかセオレガメ属に分類される、カメ。スワジランド、南アフリカ共和国北東部、モザンビーク南部種商名ナタレンシスは、ナタール産のノイで、キズラナタル州を含むナタール地方に由来しはミオと、同義。最大高長16センチメートルとセオレガメ、属性小種。オスよりもメスの方が大型になり、オスは、 包長10センチメートル程度の個体が多い。廃校はややドーム状に盛り上がり、上から見ると幅広い。高甲板は細長い。C 甲板は縦幅よりも横幅の方が長いが、第1、C 甲板は縦幅と横幅がほぼ等しくなる個体もいる。第4から5、C 甲板中央部にはあまり発達しないコ部状の盛り上がりがある。円甲板は 左右に12枚ずつあり、左右の第12円看板が融合しない個体が多い。後部円看板の外円はやや反り返り、弱くノコギリ状に尖る。廃校の蝶子外は発達せず、円看板にのみ蝶子外がある。廃校の色彩は付加直後から、ある看板は講述する。明色斑のさらに周囲は黒や暗褐色、諸生看板と外縁の暗色斑の間。 寒板の継ぎ目は黄色がかった大色と、同心円状に反紋が入る個体が多い。液化寒板は小型で、左右に3枚ずつある。喉寒板はあまり前方へ突出しない。左右の喉寒板の横幅は、左右の喉寒板の継ぎ目の長さの2倍以上。復興の色彩は黄色で、諸星寒板周辺に不規則な放射状の反紋が入る。頭部は中型。 上顎の先端は針状に糸があり、その両脇も突出する。全額板は左右に1枚ずつあり、額板は大型で1枚。前肢の爪は5本で、後肢の爪は4本。後肢のかかとには大型ウロコがあるが、ももに大型ウロコはない。頭部や四肢、尾の色彩は褐色焼き色。腰体はシーカンパンにあまり発達しないキールがある。 廃校の色彩は単校色や暗褐色で外縁のみ非褐色。成長に伴いキールは第4から 5C 看板を除いて消失し、廃校の色彩も変化する。オスはメスと比較して廃校の反紋が不明瞭で老齢個体は廃校の反紋が消失し廃校の色彩が単校色や大色褐色一色になる。同族多種と異なり、 オスの復興中央部が極端に凹こむことはない。キズラ・ナタル州では内陸部の標高50から1、100メートルにある岩が多い環境に生息し、スワジランド北部では低山地にある花崗岩の露頭した環境を好む。繁殖様式は乱生。飼育下では2月に交尾を行った例がある。飼育下では4月に1回に2個の卵を産み、5から6ヶ月で孵化した例がある。 都市開発や農地開発、ダム建設、野焼きなどによる生息地の破壊により生息数は減少している。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書通に掲載されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通はまれ、本種の名称で別種、スピーク性オレガメが販売されることもあった。 テラリウムで飼育される。日本国内では飼育は難しい種とされることもあるが、一方で南アフリカ共和国内での飼育例では、植生が幅広く配合資料などにも得づくとする報告もある。ありがとうございます。